中山愛親は、江戸時代中期から後期にかけての苦行。県大納言、大木町未練の子。かには、正二位。県大納言、増十一位。中山家二十一代当主。県大納言、中山久しおの養子となる。法暦十一年参議に任命され、安永三年県大納言に至る。天命二年偽装となり、後覚天皇に近似した。天皇の父。 官院の宮助人新道に対し大乗天皇号を宣言することに不信したが、幕府はこれを認めず事態は紛糾した。完成五年幕府の命により武家天送大木町広明と共に、江戸に関門され、老中、松平定信と対談釈明したが、平門を命じられた。気楽下の父、虚死、偽装を罷免された。明治十七年十一位が送られている。なお、 明治天皇は、マナオヤの雷魔にあたる。孫悟一軒でマナオヤが直視として、江戸に下った際に、江戸城の十一大将軍、徳川家成の前で堂々たる講義をしたという伝説が生まれ、これをもとに、藩、汗広く、中山東き、中山電気といった小説が、密かに書かれている。田中明流によれば、同名遺本を含めて百三種類が現存していると、される。 一番最初期に成立したとされる、藩、汗広くには、当時の京都では、越中が越されぬ山が二つある。慶で、中山、備前岡山という楽詞が読まれて流行したと記されている。またこの経過に触れている漫画として、源太郎の風雲児たちがある。ありがとうございます。